いやヤッホーセース、今回またバカくだらない可愛い企画やっていきます。イエーイ。あの今ちょっとね、寒暖差アレルギーで絶賛鼻声修復中なんですよ。何があったかというと、1年前にみんな覚えてるかな、ちょうど1年前ぐらいにね、こういう動画撮ったんですよ。拗ねた嫁にもうほっといてって言われたから、ほっといたっていう動画をほんと1年前ぐらい撮ったんですけど、もうこれと全く似てる状況が1年越しにまた起きたんですよ。何が起きたかっていうと、最近もうめっちゃ編集してるから、もういろんなわしらの裏垢ってやつもやってるので、そっちがすごいやっぱり Vlog なんですごい時間かかるんですよ。でそれもやりながら並行しながらバーって集中してやってたんですよ、朝から。でんちゃんがなんか気ぃ利かしてくれて、多分糖分取った方がいいから、なんかパンケーキ作ってくれたんですよ。んちゃんパンケーキ好きなんで、でパンケーキを作ったんですけど、僕も集中しててちょっと今じゃないから、ごめんちょっと今いいかなって言ったんですよ。でもりっちゃん的にはもう愛情を込めて、いやもうなんか元気つけてほしいから今食べてっていう感じだったんですよ。で僕はまあちょっと、あ、いい、今はいいから後でみたいな感じのやり取りをしたら、可愛く拗ねちゃって、ベッドの方に隠れちゃったんですよ。なんか捨て台詞を吐いて、もう今日はもう別々で寝ようみたいな感じで拗ねて捨て台詞を吐いて言っちゃったんですよ。もうこれもう1年前にあった、もうほっといてともう一緒じゃんと思って、だからあれ可愛かったんで、1年越しまたベッドの上にいるから、まあ、そのカメラセットして無言で枕とか撮って向こうの部屋行こうかなと、そしたら絶対多分来ると思うから、その時の可愛い反応見てこれてます。楽しみ。心の準備をしないと。なんで一言も声かけないでさ、一人でこっちに来てるの？なんだよ。だって、じゃあ別々でねえんでしょ今日。だからもう準備しようと思って。なんだよ。それのためにこっち取り来たの？枕と毛布取り来たの？それだけのために？うん、私に声をかけに来るためじゃない。私に声かけに行くためじゃないよ。うんちゃんがだって向こう行っちゃったんじゃん、拗ねてさ。で、今日は別々で寝ようって言うから分かったって思って、これとこれ、今日は俺ここで寝ようって思って。でもう準備してんの？もう準備してんの？早くない？だって先にだって準備いつだっていい。もう完全に今日一人で寝ますスタイルじゃん。で自分が言ったんでしょ、だってそれって。だってそう言わせたんじゃん、自分。言わせてないよ。言わせたんじゃん。だから私はもういい、今日一人で寝ると思って、一人の時間お互いあった方がいいなと思ったから向こう行っただけだ。もう寝るんだよ俺は向こうで。だって自分が向こうでないよ、自分が言ったでしょ、だって別々で寝ようって。うん、言ったよね。でそれを実行したんだよ。なんでそれをさ素直に実行するの？私の意見はちゃんと汲み取ったの？どういうこと？私の気持ちをちゃんと汲み取った行動なの？それは。どういうこと？どういうこと？そういう意味わかんないの？どういう意味？意味わかんないの。だから私がね、いくら一人で向こうで寝るって言ってもそうじゃないじゃしょ。そうじゃないの、わかんない、ね、
素直におじさんわかんない素直に、あ、そうですか、じゃあ今日お互い別々で寝ようって言ってさ、枕自分のだけここにポンって置いといて寝ていいんですかそう、だって君が言ったことだ。だけどそれは素直に受け取っていいのって言ってんの、それそれを、それが君の望みだったでしょ。この現状をこのままにしていいのってこと。その時の現状を、ね、うん、このままにしといていいの、うん、終わらないよねえ、みちゃんが原因作ったんでしょ、だってえ原因、え、原因じゃん、私作ってないよ。みちゃんでしょ、原因作ったの。作ってないよ作って、ね、私原因作ってなくないえ、だって私はさせいちゃんのためを思って作ったんだよ、ね、パンケーキ、パソコンね、集中してやってるから甘いもの摂取した方がいいかなと思ったから、自分も食べるし、あのせいちゃんも食べるだろうなと思ったから作ったんだよ、うん、え、なのにさ、え、今いらねえって言ったからじゃん。しょうがないじゃん。だからじゃん、もういいと思って。本当に今いらなかったの。いや、作ってくれたことありがとうって言ったでしょ。でも今は別に食べないかなと思ったから、だから今いつか捨てちゃったんだよ。で、別々で寝るんだよ。だってさ、私が、私気持ちを思って作ったんだよ思って気持ちを気持ちを込めて、うん、ね、気持ちを考えて、大変だろうから、あの、じゃあおやつとして出そうと思って、パンケーキにハート書いてあった、書いてあるぐらいな気持ちだったの。書いてはなかったけどさ、うん、気持ちはハートを書いてた書いてた、うん、美味しくなーれってやって、やってた、提供したんじゃんそしたらいらねえ、いらねえって言われたらさ、どう思う、その気持ち、今はいい、私の気持ちどう思う、寂しいって思わない、せっかく寂しいでしょ、もうグー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 いるんだってじゃあ向こう行って寝てくれゃいいだろ、だからいや、だからそれがおかしいでしょって言ってんのそうじゃないでしょ、向こう行けるじゃないでしょ。何が言いたいの、自分が言ったんでしょ、別々で今日寝よって。別に俺今日を過ぎたら一緒に寝るよ、でも今日は別々で寝よって誓ったんじゃん。そうだよ、うん、でもさ、喧嘩売ってるよね、それ。喧嘩売ってない、喧嘩売ってる、だってさ、だって向こうわざわざさ、これ取りに来たんでしょ、今。何も話さず、無で、ね、無理エルでね、無で入室して、無で帰ってきたじゃん、ここに。え、怒ってる？と思って、え？と思って、私が逆にね、ちょっとなんかさ、んってなってるのに。じゃあここで寝る？じゃあここで寝る？どこで寝る？みちゃんここで寝る？ここで寝る。ここで寝る？私もここで寝る。私もここで寝る。じゃあみちゃんここで寝ると俺だ。ちんちんちん。え、なんで？じゃあ私も。俺で寝るじゃん。じゃあ俺玄関で寝るよ。じゃあ私も玄関で寝る。玄関で。じゃあ俺も下駄箱で寝るよ。じゃあ私下駄箱の下で寝る。どういうことだよ。下駄箱はあそこ、下駄箱上あるから俺上なんだ。上譲るから私下駄箱の下で。一緒の空間だけど下駄箱閉めちゃうよ、ドラえもんみたいに。いいよ、下駄箱こうやって上からコンコンコンってやって寝たって言うから。あんまり一緒に寝たよ、自分で言ったでしょって。いや、でもさ、でもダメだよ、もう。何がダメなの？自分がそういうこと言ったでしょ、言葉で責任持ちな。え、そこまで重大なの？重大。そんなに責任持ちな、今日はそんなに責任持たないといけない。絶対に今日は一緒に寝ないからね。なんで？自分が言ったんだよ。え、怒ってんの？怒ってないよ。怒ってないけど、自分の言った言葉で責任持とうねって大人なんだからっていう大人なんだから厳しい厳しいねえ、そういうのさ、大人も子供も関係なくない？一緒寝る寝ないのさ。そうだけど、自分が言ったでしょ。責任あることじゃないじゃん、全然。自分が言ったんでしょ。気持ちの問題じゃん。自分で言ったでしょ、今日は別々で寝ようって、うん、じゃあそうするよ。あっだよ、なんで一緒寝ようよ、いつも一緒寝てんじゃん。いやいや、別に一緒寝るのは構わない、それは。でも兄ちゃん来た瞬間絶対どっか行くから。なんでそれでいいよ、いいじゃん。でも私のこと嫌いになった。嫌いじゃないよ。あのパンケーキで嫌いになった。パンケーキ嫌いになってないけど。いや、嫌いじゃないって。嬉しかったけど、うっちゃんが別々で寝ようって言ったことでショックを受けて、だからうっちゃんここで私は逆にあのそこで話しかけてくれなかったことでショック受けてるよ。そう、うん、あ、来てくれたんだなと思って、なんでどこ行って。おいおい、見てなんでよ、閉じくれ、バグすぎだろおい。一緒に寝ようよ、邪魔すぎだろ本当に。助けてくれポムベル、やばすぎ。雲だよ、雲スパイダーみたいだな。
じゃあ一緒に寝てくれるの今日は。一緒に今日寝てくれるの。一緒に寝よ。あれねえ。一緒に寝てくれるの。ごめんね、グロー、グロー、グロうわぁやりすぎだおいおいもう一緒に寝ようようわぁ助けてくれ助けてくれもういいよ分かったよ一緒に寝る一緒に寝るよじゃあ戻していってじゃあ戻していってじゃあ自分の話だいや私が戻してくるじゃあもう、やんなっちゃねえおいおい、何してんのねえおい怖えうおバケモンじゃんバケモンじゃんうるさねえ何やってんの、ね、え何やってんのいや怖い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 よシャイニングじゃん映画のねえ何してんのそうじゃなくて、まあ、今回はまあね企画でもないけどんちゃんが拗ねたからさ別々で寝ようってたから、うん、それをもう早い時間から実行して早いよそうそう寝ようって、うん、無言で通り過ぎて撮ったらさまあ、可愛い反応取れるかなと思ってやったら、まあ、案の定こ可愛かったんだけど、もう怖かったスパイダーだったえ、じゃあそれは嘘だったことだね。何が気持ちは嘘ってことでしょいや、うまく気持ちは嘘。まあ、でも別に全然ねえんだよ、今日は。なんでだよ。いや、怖え。意味わかんない。で、いう以上の、あの、ものを動画で撮りましたっていうだけのことです。え特に落ちありません。バイバイ。え？怖え。じゃあね。バイバイ。今日は一人で寝てね。意味わかんねえんだけど。